ありがとな。
おう、おかえり。お兄ちゃん、チャンネル変えていいよ。何
してるの？よう。沖縄駅前到着。意外と来れるもんだな。マジでここまでついてきやがったか。楽勝っすよ。ララ州のゲンチャリなんざ相手になんねっす。途中でガス欠になんなかったら完全に振り切ってたっつーの。遊び代欲しさにガソリンケチるんじゃなかったぜ。来るたびに思うっすけど、やっぱ人多いっすね。ああ、この辺で張ってりゃそのうち声かけてくるかもだぜ。つうか、その俺ちょっと用事いいっすか。せっかく沖縄来たんで、その手芸の。なんでもねえよ。買い物あるっつってんだろ。とにかくちょっと外すんで先やっちゃっててください。何しに来たんだよあいつ。そうだな。よっしゃ、作戦決行だぜ。
遅れました。どれ買うか迷っちまって。収穫ゼロっすか。おかしいな、どっかから視線は感じるんだけどな。いや待てって、もうちょい粘ればきっと。いや火くれちまうだろそれ。やっぱどっか問題あんじゃないっすか。全否定。お前なんつうこと言うんだよ。だいたいバイクは男のアイテムっつう話っすけど、それ原付きっすよ。マジでバイクなら何でもいいんすか。まあ確かに雑誌で見たやつはでけえバイクだったけどさ、しょうがねえだろ、夢と現実には開きがあんの。高いのは買えないの、原付きで精一杯だっつうの。先輩、俺に10分くんねえか。やられたまんま黙ってらんねえっしょ。先輩らの敵、俺が取ってやんぜ。喧嘩じゃねえっての。敵取るってどうすんだよ。お前ナンパでもするつもりか。当たり前っすよ。この状況で他に何すんすか。あのな、バイク持ってる俺らでダメなのにお前に敵取れるかっつうのなあ。意味わかんないんですけど。つうか今の流れ、俺ら敵取られる側だし。さすが先輩だぜ。だったら3人で勝負す。辰巳幹事、男の生き様見せてやんぜ。落ち着けっての。完全に全員参加の流れじゃねえか。マジわかってんのか。それってこっちから声かけんだぞ。なんかかっこ悪いっつうか、いい思い出もないっつうか。怖えんすか。そうじゃなくてだな、友達になれっつってはいって言わせりゃいいんすよね。そんだけの話じゃねえか。ま、失うもんねえし、いいか。さすが先輩っす。負けたらパンイチで町内マラソン、ついでに鼻眼鏡かけてやら。男はダメだかんな。まだそれ言うのかよ。くそ、絶対負けねえかんな。
いや、うまくいかねえっす。そうだよな。そういや、電話してくれって女から番号渡されたんすけど、これも数に入るんすかね。逆なんか、なんて誘われたわけ。1時間いくらって話っすけど、なんなんすかね。なんなんすかねじゃねえよ、そんなの数に入れんな。お前はどうだ、なんかゲットできた。さすがだな、それって携帯番号。どんな子だった？とにかくかけてみろよ。ね、ね、な、なんか言うんすか。で、かけるんすよね。ね、ね。出た。やっぱ本物だぜこの人。ああ、もしもし。この、おい、てめえだな。殺すぞクソガキが。他人の女に手出しやがって。一生立てなくしてやんぞ、くれ。二度とかけてくんじゃねえ、分かったな。声でけー。マジっすか。いや、こんなこともあるよな。よし、次はラスト、俺の番だな。花村先輩も行けたんすか。へへ、当たり前だろ。番号1個ゲットしました。さすがっす。いや、苦労したわ。すっげえ生かしたお姉さんでさ、ちょっと背伸びしちったかな。大人の色気っていうかさ。早速かけてみっか。期待しとけよ。もしもし、俺っす、わかります？花村くん？うっす、バイクデートの彼です。いや、嬉しいな。あれ、でも俺の名前なんで言いましたっけ。なんでってわかるわよ、同じ学校だもの。同じ学校なはずないっしょ。だってお姉さん、つうかその声、大谷花子に決まってるじゃない。あんた、あたしの番号を調べたわけ。やっべえ、完全にやっべえ。番号間違えたか。もう一回。もしもし、俺っす、わかる。わかるって言ってるじゃない。そんなに私とデートしたいの。なんすか今の、地面の底から響くみてえな、王冠が走るみてえな。忘れろ、悪いことは言わない。この番号は危ない、知らない方が身のためなんだ。あら、あんたたち。
大谷さん、なんでここに？あたし田舎が似合わない女でしょ。散歩してたら突然電話よ。ほんと強引よね。バイクデートか。ま、あんたがそこまで言うなら付き合ってあげるわ。ちょ、待って。うわぁ、俺のバイク。何よ、このバイク壊れてるじゃない。あたしを誘いたいならもう少し頑張らなきゃね。いい女を独り占めするにはそれなりの努力が必要なんだから。呪いか、何かの呪いなのか。ダメだ、もはや俺には帰りの足さえねえ。先輩、あんた精一杯戦ったぜ。俺感動したっす。俺のケツ乗ってください。家までバッチリ送りますよ。おお、密着。わかったぜ、これが密着計画の全てなんすね。わかんな、怖えんだよ。つかチャリも二ケツ違法だよ。いい、もういいんだ、早くこの苦行を終わらせてくれ。